シモンサビアニサインシモンサビアニ、ポール・カルボネ、フランソア・スピリット・シモン・ピエール・サビアニは、フランスの実業家、政治家、第一次世界大戦の英雄として知られる、コルシカ島・カザマ・アチューリ出身、第一次世界大戦に参加した、112番目の連帯のライン不評の15番目の、軍団に組み込まれ、ドゥオモンデ目を失い、数回負傷し、 敵に対して6時間にカウンターアタックを6回指示した。ニックネームは、レライオンデエル・アルゴーヌ・レバヤール・コルスだった。戦場にメダルを3個獲得した、ラクロア・デゲール1914から1918、パルム4・シルバー・星に、ラ・マドイ・ミリテール。兄は4人、姉は1人だった。第一次世界大戦の時に、兄が3人死んだ。ジーン・リュックは注意だった。 ラレジョンドヌールとラクロアゲゲールを獲得した。シャンパーニュの攻撃で死んだ。ヨゼフはズワーブ兵の4番目の連隊の総長だった。1914年にプロバンで死んだ。フランソワはマルセイユ氏の弁護士で軍曹だった。ラクロアゲゲール受賞。1918年8月16日にレバルカンに乗船してドイツ海軍の魚雷攻撃を受け死んだ。 乗組員唯一の生存者、ピエール・アンフリーニーは、開示当局に、フランソワが自らを帰り見ずに、他の乗客を助けていたことを説明した。マルセイユ氏の裁判所の壁に栄誉を称えた、大理石の板が貼られた。ダン・ピエールは、ボイスル・プレイトルで頭に負傷してから捕虜となった。ヘルメットのおかげで生き残った。監禁は52ヶ月だった。ありがとうございます。